医療法人鉄商会亀田総合病院は、千葉県鴨川市にある市立総合病院である。亀田メディカルセンターの中核施設で、千葉県南部の救命医療を担う、基幹病院として1985年に、救命救急センターに指定される。千葉県災害拠点病院、救命救急センター、地域間診療連携拠点病院、総合集産規模市医療センター、 臨床研修指定病院。医療施設認定合同機構認定をそれぞれ取得する。病院グループは、亀田家がファミリービジネスとして経営しており、創業者の亀田敏隆は1982年に院長職を知り添いで子息が後継する。長男の亀田敏隆は1982年から病院長、1991年から理事長を、それぞれ務めた。 次男の亀田孝明は1987年に亀田産業社長、翌年に亀田開発を設立して社長となり、2008年6月から病院理事長を務める。三男と四男は創生児で、三男の亀田信介は病院長、四男の亀田翔吾は亀田クリニック委員長をそれぞれ務めた。現在は亀田孝明理事長の長男である。 亀田俊明が院長を務める。グループは2020年で、医師数570名、2020年の年間売上高は520億円である。1948年に有限会社、亀田総合病院として発足し、1954年に医療法人鉄商会亀田病院とする。1964年に総合病院の認定を得て、現在の 亀田総合病院に解消する。亀田ダ孝が、院長の時代は、診療科目が限られる、医師数20名未満の中小病院であった。規模拡大のために、有名医師のヘッドハンティングを取り、著名な脳神経外科医、心臓血管外科医、などを得た。著名医師の雇用により、来院患者と若年医師が増加するも、スカウトされた医師を、診療科長につけることから、 英年金属の医師に、医疗喪失や離職も見られ、研修医の臨床研修病院として、一定度の人気があるも、給与水準、蒸気医師定着率、都心から遠距離、患者ホスピタリティ向上による疲弊などの指摘もある。整形外科は、在籍医師が不在となり2007年に診療を停止したが、2008年に、主要専門医とスポーツ整形外科専門医が着任し、 2009年7月に、スポーツ医学科を新設する。2019年7月現在、整形外科は、主要、外傷、人工膝関節、人工股関節、首相専門医10名が在籍する。スポーツ医学科は、スポーツ整形外科専門医5名、フィジシャンアシスタント3名が在籍して、千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの、キャンプドクター、 日本水泳連盟医科学スタッフ、明治学院大学アメフトチームドクターなどを務め、競技選手の整形外科疾患を扱う。外国人患者の獲得を目視して2002年に国際関係部を設置し、2009年に日本の病院で初めてヤシー認証を取得する。2010年に来院した外国人患者は、検診を除いて約200人で、 中国人患者の増加を想定して、中国人看護師の雇用を推進している。2006年千葉県立山市に亀田、ファミリークリニック換算を開設。日本で、有数の家庭医総合診療、プライマリケアの実践、家庭医療専門医、総合診療専門医の育成を行っている。2013年4月に、東京都中央区京橋で、 亀田京橋クリニックを開設し、女性外来、人間ドック、外国人診療、手術患者の経過観察などを行う。2016年5月に、千葉県千葉市三浜区に、亀田 IVF クリニック幕張を開設し、人工受精等の一般不妊治療と内視鏡を用いた、手術療法、体外受精、肺移植など、高度な不妊生殖医療を行う。 以下の34科目の診療を行っている。ケイタワー亀田医療大学2000年に完成予定であったが資金難で2005年4月に竣工した13階建ての新病棟で350床すべてが太平洋を望む個室である。1階に受付、タリーズ、千葉工銀 ATM など2階に手術室、3階に周産期医療センター、3階以上に 病室、12階に特別病室、13階にレストラン、などを備える。病室は、差額質量により異なり、最低は12,600円で21、平方メートル最高は52,500円で60、平方メートルにジャグジーを備え、面会は24時間可能で、主治医の許可で、アルコール飲料も提供される。医療法人鉄商会は、 学校法人鉄商館を設立し、看護学部看護学科単立の亀大寮大学を、病院近接の鴨川市立鴨川中学校跡地で2012年に開校した。JR 外房線、内房線安房鴨川駅から約2.7キロメートル。タクシーで約5分。日東交通の路線バスで約7分。東京駅から高速バス、アクシー号で約2時間。 渋谷駅から高速バス、シーバレー号で約2時間半、千葉駅から高速バス、カピーナ号で約2時間半、立山駅、浜、金谷港、木更津駅、君津駅からの日東交通の路線バスもある。関連施設、ありがとうございます。